今年もやってまいりましたハッピーセットのプラレール。今回は第1弾と第2弾に分かれています。これは買いやすくてとてもいいです。それではラインナップを見てみます。置く場所が間違ってますが気にしないでください。こちらは SL 北琵琶湖号です。こちらは正しい位置に置いてあります。ドクターイエローですね。そして500系新幹線、こちらは11月30日からの配布です。この電車はデザインが面白いですね。全体がパンダをモチーフとした電車です。そして E6 系新幹線小町です。というわけでハッピーセットを4つ買って帰宅です。今年もやってまいりました、ハッピーセットプラレール。今回前期と後期に分かれていて4つずつ出るのでとても集めやすいです。ハッピーセットも4セットで済みます。まあ1回買って揃えばの話ですけどね。でポテト、こちらはチーズバーガー2つにナゲット2つです。そして飲み物は保存の効くアップル、これならずっと持ちますからね。そしてこれが肝心のプラレールです。試しに聞いたら全部別々に入れてくれたそうです。ただうっかりということもあるので油断ならないです。まあ入れてくれたっていう話でしたけど違うの入ってましたからね、あまり期待しないでおきましょう。というわけで今回のパッケージはこんな感じです。水色の袋にプラレールの絵が描いてあります。何が入っているのかはお楽しみ。みんな選べたらみんな幸せなんですけどね。それだと人気のないプラレールだけ残ってしまうんですかね。どうせ買うなら全部4種類揃えたくなりますよね。私だけでしょうか。一応この品番をチェックしたところ全部違いました。ただまだ開けてみないと油断はできないです。じゃあ開封します。まずは一つ目です。チョキチョキチョキ、じゃじゃん。お、新幹線です。あ、プラレールのレールがついてます。こちらは500系新幹線ですね。レール型の発車機で走るよ。これ発車機なんですね、レールじゃなくて。なるほど。今回のシールはこんな感じです。まあまあ楽です。裏に貼る場所が書いてあります。こうやって遊ぶんですね。手転がしとレール型の発車機を差し込んでね。発車機の横を押すと走るよ。縦に90度回転します。連結できるんですね。なるほど。チキーン、これが回るらしい。お、回ります。これで連結できます。シールの貼ってない状態はこんな感じです。これでも十分かっこいいですね。続いて次の袋を開けます。あ、すでに形が違います。これは SL ですね。じゃじゃーん、 SL です。真っ黒です。シールが結構多い。これは親御さん泣かせです。ひー、 C56165 機、SL 北琵琶湖号です。笛のように吹けるよ。フィーフィー、ギミックは前のと同じ感じになってきました。もうネタ切れなんでしょうか。では3個目です。あ、3個目もちょっと違うけど新幹線っぽくもある。いや、これはちょっと違うかな。富士急行かな。あ、富士急行です。じゃじゃーん。お、タンポイントされてます。これはいい、これはいい。シールじゃない。なんでこれだけこんな豪華なんだ。みんなこれにしてほしいです。素晴らしい。でシールがこれです。これがなら余裕です。これのギミックはどんなものでしょうか。風景や車内の写真が見えるよ。富士急行8500系富士山ビュー特急。で最後です。
最後はドクターイエロー。ドクターイエローっぽいです。ただ新幹線は似てんでまだ油断はできないです。じゃーん、おー、やった、ドクターイエローです。お姉さんありがとう、全部違ったよ。アンハッピーセットにならずに済んでよかったです。シールを貼らない状態はこんな感じ。黒の部分だけ塗られてる感じです。シールじゃなくてよかったです。でシールはこんな感じ、少ないです。これぐらいなら余裕です。一番の難関は SL です。頑張ってみます。ではちゃちゃっとシールを貼っちゃいます。ポポイポッポーン、シール貼り終えました。では500系新幹線から見てみます。チャキーン、ヒーローな顔してますよね。車輪は回転するので手転がしで遊べます。そしてこれはレール型の発車機で走ります。これをここに入れるんですね。お、ガチョーン、おお面白い。そんでもってこれを押すんですね。いきます、3、2、1、ゴー。おお思っていた以上に速いです。もう一回いきます、3、2、1、ゴー。グッドです、いい走り具合です。そんでもって次は富士急行8500系、富士山ビュー特急です。豪華な感じがしますね。この黒いちっちゃいシール何かなと思ったんですけど、この黒い線がちょっとはみ出るんですね。そこを再現してるみたいです。なぜここにこだわったのかという感じです。ただ本当にここに貼るとそれっぽくなりますね。これのギミックは何かと申しますと、ここです。おお写真が見えます。もっと拡大してみます。何でしょうねこれは。おおすごい、富士山です。こう回転すると別の写真が見れます。これはプラレールです。お、走ってますね。お、車内です。豪華ですね。お、また風景です。そんでもってもう終わりかな。これは車窓ですね。お、まだあります。すごい、テーブルがあります。また走ってる風景です。あ、で戻ってきました。ちょっと旅行した気分になります。続いてドクターイエローです。923型ドクターイエロー T5 編成。窓が光るそうです。これスイッチですかね。お、光りました。ちょっと明かりを消してみます。お、光ってます。さらに真っ暗にしてみます。お、だいぶ光ってます。こっち側からも見れます。電気消すとかなり明るいのが分かりますね。スイッチを消します。そして最後、一番シールの多かった SL です。まあシール多いといっても貼る場所がはっきりしているので割と貼りやすいです。まあ、数が多いのでその分大変ですけど、真っ黒からかなり良くなりましたね。
シールのパワーです。ちなみにこのシルバーの部分は塗装です。あとはシール、ここが笛になってるのかな。じゃあちょっと吹いてみます。おお、前よりも SL 度がアップしてます。かなり SL です。こんないい音が鳴るとは思いませんでした。私もびっくりです。そしてこれ連結器が全部ついてます。なので全部連結できます。これは先頭車両がいいかな。古いのに引っ張るっていうのがかっこいいですよね。チャキーン、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 ガシ、完成しました。連結完了です。すごい編成です。いやー、全種類あってよかったです。こんなことできませんでしたからね。とてもアンハッピーな気分になっていたことでしょう。というわけで今回紹介したのは2018年のハッピーセットプラレールでした。どうもご視聴ありがとうございました。また来年も紹介できるといいなー。